今日はこちらワークマン2023秋冬新製品発表会に呼んでいただきました。さあ、オープンしました。一番乗りで入ります。すいません、はい、今日よろしくお願いします。見どころどこなんですかね。見どころ教えてください、はい。もうこんだけ、まあ、秋冬のですね、新製品を中心に展示しております。うちといえばもう冬物のね、あったかい製品が多いので、ぜひいろんな商品をね、またご覧いただきたいと。あと試着もできるので、ぜひ来ていただきたい。おお、来た来た来た。おお、絡んできた。どうもありがとう、ありがとう。こちら新製品がいっぱい並んでおります。何コーナーですか？こちらレイン&シェルというコーナーになりまして、でワークマンが誇るレインをしっかり展示しているコーナーになって、まあ、今年の新商品としてマシュマロレインシェルというシリーズです。その中でも、今までの防水防寒の弱点であるゴワゴワしたりとか動きづらかったりというところを、解消する、製品のシリーズです。なのでこの企画がですね、柔らかさにものすごく研究して特化した製品になります。中柔らかいですか？はい、もう触ってたんと、本当は柔らかい、これが防水なのって皆さんに言われるんですけど、防水なんですね。柔らかいで、もうマシュマロのように柔らかいっていうコンセプトに、マシュマロレイン、なるほど、マシュマロだ、確かに、はい、ありがとうございます。切られるとやっぱりマシュマロに包み込まれるような感覚になりますので、すごい、マシュマロに包まれたい、はい、皆さん大喜びの曲になっています。ありがとうございます。はい、フレームテックといって、一言で言うとキノコに強い素材、はい、なのでアウトドアとか、まあ、特にキャンプシーンとかで、使用していただくと、まあ、本当に通常のカジュアルウェアとして着れるんですけれども、まあ、焚き火とかで、跳ね返ってきたり飛んできたキノコにも燃え広がらず、穴が開くっていうストレスなく着れるようなウェアになっております。すごいでかいジャケットある、巨大ジャケットだ。なんか入れるんですか？あります、あります。試着室？いや、試着室違う。なんかぜひおすすめあれば教えてください。こちらですね。じゃあおすすめ商品で、動きに特化したレインウェアということで、バウンディっていう新しい素材を使ってます。で、この素材なんですけど、まあ、ストレッチがすごい効いていて、で、なんといっても糸って縫ってないんですよ、この商品が。糸で縫ってない？糸で縫ってない。で、どうやってやってるかというと、超音波でこう溶着してて、うん、で、だいたいこれ裏面なんですけど、リバーシブルで切れるタイプで、これ超音波でしてるんですか？すごいです。普通裏面のこのシームレスのテープってこう引っ張ると剥がれてきちゃうんですよ。でも、もうしっかりとくっついてるんで、こう引っ張ってストレッチが効いた状態でも、じゃあ糸がこのテープが剥がれないっていう。じゃあ、はい、はい、あ、冬物ですね。そうです、冬物です。ベストタイプのものでバッテリーをつけて暖かくなりたいと思うので。バッテリー、そうです。で、去年よりも色合いが増えておりまして、はい、はい。バッテリーどこについてるんですか？バッテリーがですね、バッテリーは別売りになっちゃうんですよ。あ、別で。ここにバッテリーをつけて、そこで電源入れてもらうと、なるほどね、はい、背中が温まるんです。あー、すごい、はい、バッテリー、そうなんです。ワッパの一番おすすめのが、こっちですね。これバイク乗るときを着るジャケットなんで、はい、こっちが既存色で2色、赤と黒で、うん、今年は、新色を3色追加してて、ベージュとグレーと、黄色。私初めてこれを見てですね、シャレシャレシャレっていうふうに読んじゃいましてですね、恥をかきました。お疲れ様です。今日宮崎県から来たんですけど、はい、ちょっと宮崎の皆さんに一言だけ。ああ、そうですね、宮崎結構繁盛してまして、宮崎県、はい、
あのよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。ワークマン絶好調でですね、はい、あの実はあの申し訳ないんですが宮崎が一番後だったんですよ。でも九州の中で一番いいですですからもう宮崎と相性いいんで、宮崎に結構まあ驚くような店を出そうかと思ってまして、乞うご期待でお願いします。はい、ありがとうございます。Why you cry? Rational, yellow one man, I got something wanna lie. Why you cry? じゃあさっきステージ出てましたね。どうでした？どうでした？楽しかった。楽しかった。はい、これそうですよね。全部ワークマン。ねえ、ワークマンのね。素敵素敵だ。ありがとうございます。どうもありがとう。ステージね。どうでした？ステージ。どうでした？楽しかったです。楽しかった。よかったよかった。ジェノブでしっかりしてて、うん、踊りやすいです。あ、ねえ、そう、全部ね、あの全部ワークマン、これ全員同じなんですけど、コラボしてて、ワークマンの、ワークマンと、あのバウ英語ハイスクールっていう高校に通ってるんですけど、ダンスの高校で、その私たちの高校とワークマンがあのコラボしてるパンツになってます。あ、そうなんだ。はい、ショーブースあっちにあります。アウトドアコーナーだ。この間キャンプ行ったんで楽しみだ。はい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 。で、これ今ちょっとあの連結させてるんですけど、それぞれあのもちろんキャンプとしてダンポールテントを拡張して居住空間を広げたテントになってます。なんであの設営も容易で、通常のダンポールテントよりも居住空間を広く取ってますので、いろいろな使い方がしていただいています。中見てみましょうか。あ、なるほどね。広い広い。あ、すごいコンパクト、一人用だ。いいね、これぐらいでも。主にこっち側が敷物で、奥が寝袋。はい、すごいしっとり。あの、しっとり。あ、しっとり、しっとり、しっとり。しっとり、しっとりしてる。あれ、フルフェイスですね。フルフェイスですね。あ、ほら。しないっていう。あ、ほんとすごい。すごいですね。全然釘が貫通しない。あ、取れました。ありがとうございます。びくともしないです、ね、過酷無一脱出サバイバル挑戦してみましょう。上から下ぐーっと行ってみます。行ってらっしゃい。行ってみます。ありがとうございます。こちらは、災害時を想定した体験型のシミュレーションとなっております。大人気のワークマン女子コーナーです。これすごいいいな。これすごいいいな。女子だけど買いたいな。なんかおすすめ教えてください。おすすめ。そうですね。一番のおすすめはです。こちらニットです。お家の洗濯機では洗えないんですけれども、こちらの商品が家の洗濯機で洗えるニットとなっております。
でとっても軽量で、あと形状保持機能ついてますので、家の洗濯機で洗ってもこう出にくい、肩崩れしないと思います。肩崩れしにくいということになっております。なのでこちら、ラインナップちょっと増えまして、こちらまず網でちょっと柄作った可愛いニットとなっております。ちょっとソフテックスの素材ではないですけれども、同じ機能を有しておりまして、こちらも配色加えた柄物も新しく追加しております。こちら2つが新商品です。はい、何でも大丈夫ですか？何でも、はい、女子におすすめがあればぜひ。あったんですけれども、メリット左でまずこれトレってベストになるんですけれども、こういった形でブルゾンで着ることもできて、うん、でメリット左のチャックがですね、メリット左間違えないようにチャックの色がですね、若干違ってくるので、あ、分かりやすいように。そうですね、分かりやすいようになってます。こちら何かおすすめとかありますか？はい、カラフルですね。そうですね、サーバーウォームクルネックというので、ちょっとね、撥水加工がかなり効いてるので、水とかにこちらとこうしてもこうね、水のこう感じで落ちるので、やっぱり強いです。撮影会も参加できます。僕も参加したかったんですが勇気が出ませんでした。こちらシューズコーナーですかね。はい、なんかおすすめあったら教えてください。今年の一番おすすめはこちらなんですけど、980円 の、 アスレイで、まあ、すごく軽量で 230g で、980円ですか？ありがとうございます、はい、こちらは1900円 の、 ハイバウスシューズで、こちらの素材は高反発ですごく履き心地がいいです。でプラスソールの方がゼミラバーで、一応耐圧性もあります。こんにちは、なんかブーツおすすめありますか？そうですね、もう大ヒット商品といえばっていう感じなんですけど、こちらのケベック、これ有名ですよね。そうですね、はい、ちょこちら新色が、ネイビー出まして、あとこちらがセール限定で出る、色になってます。でこの一番下のやつは、ショッピングモールとかそういったところ限定のカラーなんで。こちらゴルフコーナーですね。早すぎました。ようこそ。よいしょ、入った。ああ。8日でした。ありがとうございます。いいんですか？いいんですか？帰った人の申し訳ない。いただきました。ありがとうございます。あ、ミッキーコラボだ。これかわいいね。これ欲しいな。今日買えないんですよね。これちょっと申し訳ないですけど。欲しいね、これ。ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。いやこれ今日買いたいけど残念買えないんだよ今日はね。欲しい、これこれかわいいですね。となるとね、欲しいなこれ。これってポンチョです。あ、ポンチョ、あ、本当だ、はい、ポンチョなんですけど最後はクッションにまでなるポンチョ。クッションになるんですか？寝袋みたいに。ここでこうゴロンと寝たりして、ね、使わないときはお車の中などにクッションとして置いとけるような。あ、すごい。あっという間だ。そうですね。で、こうやって、まあ、閉めてあげると、そうですね。はい。あ、こうクッションになるよって。クッションになった。はい、せーの、で。どうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとう。やりました。靴かバッグかジャケットか選んでほしいって言われて靴を選んだらいただきました。やった、嬉しい。